久保さん今回、釣り動画にしましょうか、釣り動画。なんかね、あの、今日コンサルしてたんですけど、なんか吉田さん、あの、釣り動画っぽくなってしまって、ちょっとこれどうかと思うんですよ、みたいな。だから、ちょっと今こんな感じでやってるんですよ、みたいな。で、僕はもうすかさず言ったのが、え、釣らずして何釣るんすかみたいな。<laughs> 魚釣りに行って釣らないんすかみたいな。<laughs> 魚釣りに行って釣らんのかみたいな <laughs> その。なんで魚釣りやっとんねん。 魚釣り言うてんだから魚釣りでしょうと。YouTube、だからその言葉のあやですよね。言葉のあや。<laughs> 別に釣り動画なのか、再生数を上げる動画なのか、言い回し違いですけど、まあ、結論、再生数を取りに行かないといけないわけですよね。YouTube をやってるんだったら。うん。 何のために YouTube やってるんですかお金稼ぐためです。じゃあお金稼ぐために、えー、何かをやったらいけないんですかっていう <laughs> ね。ねあの、申し訳ないですけど、ボランティアでやってないです。全くボランティアの気持ち1ミリもないですね。金稼ぐためにやってるんで、えー、YouTube を活用して、活用させていただいてお金を稼ぐ。僕の場合は、まあ再生数は稼げてないんで、えー、コンテンツビジネスで稼ぐってことですね。 で、あとは1、一一つの再生数で稼げないので,で、大量に動画を撮るっていう。<laughs> なんかね、みんな、妬み、たみ、中傷、誹謗、中傷。ちょっとガス止めてきていいですか、ガス。<laughs> 危ない危ない。なんかね、まあ、で、出るうち、出る、出る、 釘刺される打たれるる打たって感じですか、ね、まあみんななんかいろいろ言ってくるのであ言われても出すっていう <laughs> だって何のためにやってじゃあ何だろうなんじゃあね嫌だったら会社行かなくていいじゃないですかと嫌なら会社行くなよっていうふうに言われたらなんて返しますっていうみんな会社嫌で言ってる人多いんですよえなんで嫌で会社行くんですかじゃあいや行かなきゃいいじゃないですかみたいな じゃあ、お前が給料保証してくれないわっていう、まあ、この論争になるとは思うんですけど <laughs> ええ。じゃあ、じゃあ、100歩譲って、じゃあ、嫌でも給料を稼ぐために会社に行ってるんですよね。とで、僕は、えっと、稼ぐために YouTube をやってるんです。稼ぐために YouTube を活用してコンテンツ売ってるんです。いちょっと形は違うけど、一緒でしょっていう <laughs>。え、嫌でも会社に行ってる。うん。嫌なんだったらやめろよって話で。いや お給料はないじゃないか。だから嫌でもやらないといけないんだよ。うん。僕はただフィールドが違って、単純に YouTube で稼いでるので、YouTube で動画を発信する。うん。うん。<laughs> その何のためにやってるのかっていう、明確に言うと、言えるかどうかって結構大事ですね。金のためにやってますっていう。100%僕金のためにやってますからね。 で、101%、もしくは110%、130%、その残りの30%はお金じゃないとこです。メインの主軸は100%金です吉ん。吉谷さん、それ割合ちょっとおかしいじゃないですかと。まあ、1000%, 1000の割合で表現してます。<laughs> 1000%の割合でね、100%金。<laughs> 残りの何は違うところもあるよっていうところでやってる部分ありますけども。 ただ主軸はお金ですよね。お金稼がないと生きていけないので。うん。だからそれに不平不満とかなんか文句言うんだったら、働かなきゃいいんじゃないですかね。<laughs> お金稼がないで働かないでどうやっていきますみたいな話で。<laughs> うん。面白いですよね。なんか自分がやってることと違うお金の稼ぎ方をすると、なんか嫌なんでしょうね、多分。 多分嫌なんですよ。うーん。そう。まあでも世の中が変わっていて、まあこういうね。だって、あれですからね、YouTuber の人でも、なんだっけ、世界の,の YouTuber 誰だっけな。タイトルこれにしましょうか。世界、えー、収。だってこれがもう現実にあるわけじゃないですか。世界収入、え 誰だブライアンくんだったっちうかあそのえー、っと九歳で年収八十八歳で年収八二十八億円にしましょうかえっ ?9 歳で八十八十億にしようかなはいこれ何だ三年連続トップかすげえな世界で最も稼ぐユーチューバー。 世界で元ライアンだ。ライアンカジ。驚異の3連覇だって、ライアンカジさんですね。ライアンカジさんが、えー、2020年度は前年の2億円以上を上回る30億を稼いだらしいですね、はい。9歳で30億稼いでます。<laughs> 9歳で30億にしましょうか <laughs>。9歳で30億ですよ。これが事実なんです。実際にね。 嘘話じゃなくて、事実なんです <laughs>。この事実に対して、なんかその9歳の子に何か文句言うんですか、まあ、?9 歳なのにそんな金稼ぐんじゃねふざけんなバカ野郎みたいな。<laughs> 9歳の子に言いますかあなたは。言ってらっしゃい。